前回もやりました、はい、去年もやりました。ルールを説明します、はい、まず、ヒントでピントという番組名を聞いてピント分かるあなたは、ミドル世代です。私分からない。分からないですよね。さあ簡単です。ここからモザイクの画像が出てきます、はい、そしてだんだんモザイクが溶けていきます。さあ果たしてそれは何なんでしょうかというのを2人に当ててもらいます。はいはい、よろしいでしょうか。さあそれでは早速さあいきますよ。いきましょうか。じゃあ、まあ、ウォーミングアップがてらいきます。さあ第1問目はこちら、ドン。はい、ストップ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 。あのね、いいこと言ってあげようか。正解なんだけど、正解、大正解。そう、正解なんだけど、ここはちょっと。はい、これは一体何でしょう。さあ、これは一体何でしょう。やりますね。二人のボケ度が分かりますよ、これ。はい、これは何だ。まあ、そういうのに弱いんだよな。さあ、消えたし。そういうのに弱いんだよね。なんだ。はい、じゃあビビできたようです。ビビなんだろう。せーの、ドン。ちょっと問題あるんじゃないか。大丈夫か、大丈夫なのか。あんまりこう発言しにくい、ね、ちょっと読まないにしとく。可能性はあるけど読まないにしとくね。うーん、ね、1号で、うん、オッケーオッケー。マークは、マークは何だと思う。これこういうのダメなんだよな。これね、これ結構 BB ポイント高いっすよ今。これ相当だよ。これ返せるには相当だよ。マーク頑張ろう、頑張ろう。さあ一応ね、ここはワンボケかましてもらわないといけませんからね。これテポドン1号は最高っす。そうだね、最高な話題出ました。さあさあ行きましょう。一生懸命書いております。はい、じゃあマー君の答えを言ってみたいと思います。ちょっとすいません、絵が入るんです、はい、少々お待ちください。もう完全なボケですけどね、はい、絵が細かいところに。あ、巻いて巻いての際に出てますよ。ビビーから巻いて巻いて出てますね、はい、はい、マー君せーの、ドン。初号機の角、こう、ここってあるね、まあ、確かに、ね、あるね、ま、確かに、ね、はい、でマー君のボケが面白くなかったんで、もう答え言っちゃいましょう。はい、はいはい、答えドン。だんだんはっきりしてきます。そう、そうね、っていう手紙なんだよ。大正解、はい、っていう風にやります。そうです、はい、例題っていう風にやりますね。今度からね、知ってる子は分かったーって手を挙げてね、答え言わずに。でも知ってる、手を挙げてね、分かったって、はい、よろしくね、はい、はい、というわけでこんな感じでやりますから。今日ちょっと難しいですよ、はい、ヒントでピント、ピント難しいですよ。じゃあ第2問目は、第2問目はさあ何が出るかな。これいきましょう、ドン。はい、ゆっくりゆっくり。あの子、薄めで見れば見えるとかよくね。あ、ストップかな、ストップ。あー、ちょっとストップだね、これ。ストップですね、完全ストップです。でもさ、わかんないよね。はい、でも、ね、分かったよ、友達は。分かったよの合図だけまずしといてね。はい、マー君の BB、 じゃこの段階で書いてください。はい、どうぞ。マー君凝視してるけど何か見えてきた。あの、こう薄め焼けると見える方式、それ本当なのかな。ね、よく言いますよね。さあどうでしょうか。足まで組んじゃった。さあどうでしょうか。お、ビビー、今この時点で分かった人何人ぐらいいますか。お、1,2,3,4 まだ言わないでね。5、お、ちびっこが積極的な。あの、一塊で後ろの方々は分かってるんですね。なるほど。その辺の角度から見るとすごく見やすいとかですか。ああ、そうですか、なるほど。はい、マー君、はい、じゃあ進んでないよ。書いた。真剣。そう、なんかね、ちょっと斜めぐらいから見ると分かるらしいよ。そういうのあるのかな。じゃあ後ろから見すぎやろ。そして今ね、そう、どんどん突っ込んであげてね。でも答えは言わないでよ。どんどん突っ込んであげてよ。どんどん突っ込んでよ。じゃあまず BB のやついきますよ。こうなんか書いてますね。マー君真剣に悩んでる。 BB はね、結構しっかり答えが来てますよ。しっかり答えが。じゃあまず BB が分かったらしいんで、答え、はい、せーの、ドン。島県、島県。そしてこの辺がいるか。あのねー、 あれ、わからないかな。そう、わからなくもないね、でもね。うん、わからなくもないけど、うん、違うんだ。違う、あー、惜しい
な、確かに分かった。じゃあね、はい、もうちょっとだけ、もうほんのちょっとだけモザイク解いてみましょう。せーの、もうちょっとかな、あ、ストップ。これもう分かりましたよね。分かりましたよね。はい、答えそろそろ言ってみましょうか。マー君頑張って。もうね、 BB がもうこれ来たもんかってぐらいな勢いでペンが走りましたよ。お、なんか張り切ってるな。はい、あ、もうこれ分かりましたよね。さっきより正解率上がりましたよね。はい、大丈夫ですよね。あ、マー君頑張れて、ありがとう。ありがとう、ねね、頑張らないとダメよ、マー君。 BB が僕には出てますよ。いいですね。いいですね。美しいですね。いいですよ、このね、さっきもコーリー投手が ね、子供の笑顔と声援が一番のパワーになると言ってましたからね。パワー出して、ビビ頑張れの声もパワー出して。あ、よかった。さあ、じゃあマー君から行ってみましょうか。いきますよ。じゃあマー君の答え、マー君はね、いろいろ細かいね。細かい割にね、ちょっとね、ね、いきますよ。じゃあマー君の答え、せーの、ドン。高橋名人の冒険島に出てくる点点点。あ、わかります。あのね、確かに間違ってはないんですよ。間違ってはないんですけど、はい、はい、ちょっとじゃあ正解言えるまで保留で、保留で。じゃあもう自信満々に書いた BB の答え、せーの、ドン。 T 岡田。もうね、ある意味正解ですよ。そうですね、うん、ある意味正解です。もうというかね、正解がかすんでしまうくらいの正解ですよ、これね。マー君、じゃあマー君、これが答えだったかもしれないって今僕は本気でそう思いました。そうですね、はい、はい、じゃあまず正解を見てみましょう。はい、正解モザイクを解くと、やっぱり、マー君、はい、何何、今言っていいよ、何。そう、 T 岡田でした。 T 岡田正解。やった、 BB。 T 岡田正解です。これね、 T レックスって言いますからね、ティラノサウルスのね、はい、いますから。その瞬間に T 岡田思いついた、もう BB は神です。無駄ですね、神。これ75ポイントぐらい上げてもいいですか。上げましょう、上げましょう。マー君頑張ってマー君、はい、弱って言われてる。ちなみにマリーンズファンだからね、あの子、ね、あの子マリーンズファンだからね、マーク弱って言われてるよ、ほら。さあ、じゃあもう一問いきましょう、はい、もう一問いきましょう。次も結構マニアックな問題です。